皆さんこんにちは、宗太郎です。宗太郎、改め安田宗太郎です。この度私、安田宗太郎としてじゃじゃん、絵本を上司することになりました。絵本、いわゆる絵本というよりも詩画集的な感じかもしれません。ジ・エッグという本でございます。この本を出版させていただくにあたってもどれぐらいですか？結構前からずっと。そう、それ言うとさ、はい、最初、はい、1年、はい、3ヶ月前に本来やる予定だったことが伸びたんで。そうなんです、コロナで。本当は、はい、昨年の1月にこういったなんていうんですか、個展をやるつもりで、頑張ってたんですけども、ちょっとコロナとかが感染拡大とかがありまして断念しまして、1年3ヶ月延びて開催ということになりました。で、まあなんで2年半3年ぐらい前からずっと書いてたということになるんですかね。2年半ぐらいずっと卵を書き続けました。卵も気になって仕方がなくなりまして、で、卵の絵を、まあ最初は卵の絵を描いたんですね。卵の絵を描いたり、まあ、卵の立体を作ったりしてたんですけども、そのうち卵の中に絵を描きたいと思いになりまして、それをいっぱい描きました。あとは別に卵が出てくる絵とかもいろいろ描いたんですけど、とにかく卵尽くしの脳内で夢でも卵に追いかけられてしまうでございます。一回僕が卵になっていて割れるような夢も見ました。はい、夢占いで検索しても出てきませんでした。その夢は僕が初めてなのかもしれません。ありますか、卵になって割れる夢。ハンプティダンプティのような夢。いや、もしかしたらハンプティダンプティを描いた人はその夢を見たからあれを。そんなわけで卵尽くしなんですけども、僕の頭の中は今ね、ジ・エッグということで卵の本を出させていただきます。この本なんですけども、ちょっとまだね、中はお見せできないんですけども、あ、でも白くないですか？はい、ちょっと OKOK、 本邦初公開、白くかも、中表紙扉ですよ。一回このこれを外しますね。チラッとこういう感じで卵が全ページ出てきます。チラッといっぱい卵が出てきます。数えきれないぐらい、いえ、数えきれないっていうのは言い過ぎました。数えきれるぐらいは出てきます。最後のページだけで56個出てきます。皆様のお気に入りの卵がどこかにあるかもしれません。お餅もいるからね。どこかに僕の愛犬お餅も出てきます。ぜひぜひ本を手に取っていただいて探していただけたら幸いです。ちょっとだけ朗読します。僕は卵、もう卵、まだ卵。僕は今、誰でもない。君でもないし、僕でもない。ということは。すなわち、将来有望。卵だから、どんな花でも咲く。卵だから、どんな実でも実る。つまり、卵だから、何にでもなれる。定価1500円プラス税 10%、 1650円です。そうそう、寄付しない？
けど、あ、僕もそれ考えてたんです。ね。はい。売上の、まあ、何パーセントかちょっとまだ分かりませんけども、売上の一部は、寄付します。利益が出たらね。利益が出たら寄付します。はい。安田宗太郎へ、松本哲夫先生、言葉。ということで、こんな素敵な本が、まもなく完成いたします。それでですね、この本の、出版を記念して、4月29日から5月1日まで、作家デビュー記念イベント、兼本の先行発売会、兼トークショー、兼個展を開催させていただきます。場所は四ツ谷のチコラボックスアートギャラリーさんをお借りして開催いたします。このイベント予約制となっておりまして、予約ページを作っていただきました。でですね、日時の予約と、本の予約もそのページでしていただくことができます。本をご予約いただいた方には特典がつきまして、まず一つ目が、トークショーのお席の確保。でこのトークショーなんですけども、ご来場いただいている方はもうフリーで見ていただけるんですけども、予約していただいた方には、確実にお席をお取りするっていうシステムになっております。で2つ目が私、僭越ながらご本人サインさせていただこうと思いました。サインさせていただきます、そしてですね3つ目、写真撮影、本を持って一緒に写真を撮りましょう。ぜひ、もちろんこの時期ですから、あの皆様の安全のためにちょっぴり離れて撮りましょうね。怖いですからね、みんなの安全が第一。はい、あれですよ、あの写真別に撮りたくないわよとか撮りたくないぜっていう方は安全線も、撮りませんって言ってもらえれば。3つ目、4つ目、ステッカー、特製ステッカー、 G-EGG 特製ステッカーをお出しします。そして、G-EGG 特製ポストカードもお出しします。そしてもう1個、本をご予約いただいた方には特別動画のリンクを QR にこう QR にこう QR コードを作ったものを本のどこかにねそっと隠しておきますので、ね、見つけていただいてそれを読み取っていただくとスペシャル動画へのリンク、なんていうんですかね、スペシャル動画に飛べるよっていう紙を入れておきますので、ぜひご覧になってください。うん、というわけで特典盛りだくさんでございますので、ぜひとも予約していただいてご来場いただけましたら幸いでございます。もちろん本を買うかどうか当日決めていただいても、もちろんそれは皆様のご判断でございます。もちろん本は別にいいけどイベントには行きたいよっていう方ももちろんぜひぜひ個展やっておりますので見に来てください。見に来ていただけたら嬉しいです。でも本音を言うと、本買っていただけたら嬉しいです。なのでよろしくお願いします。当日はあれですか、見本の本とかもあるんですか？用意します。ありがとうございます。見本を用意していただけますので、見本を見ていただいて手に取っていただいて楽しんでいただけましたら嬉しいです。